章を彩る花。今年のオートサロンは衣装も個性的、セクシーなキャンギャルがおかおかに集まった。そんな熱気を嗅ぎつけて昭和のギャル、あのお姉さんが久々に帰ってきたぞ。どうも、ちふゆ姉さんよ。あれ、ちふゆ姉さんだ。もう 2,3 年ぶりかな。ずいぶん老けたなって思ったやつ呪うからね。初っ端から呪いの言葉とともに現れたのは4年ぶりの登場、本職は声優、声は美人の老けたちふゆ姉さんです。4年前のオートサロンではキャンギャル相手に大暴れ、見目麗しいお嬢様方相手に俺たちの願望をあの手この手で叶えてくれちゃったのです。やらかいの。今年も体当たりでプルンプルンでムッチムチのお姉様たちに突撃。ちふゆ姉さんの毒牙が炸裂する。今日この東京オートサロンにはとっても可愛い女の子がいっぱいいるんだって。その中でもね、特に個性的で素敵なファッションした女の子たち、そんな子たちをね見ていこうかと思ってるの。なんで私かって、それはね、海外ドラマの吹き替えなどでは、そう、あなた知ってるかな、ゴシップガールなんていうね、まあ有名作があるんだけど、その中では、まあ、デザイナーの役を吹き替えちゃったりしてるわけだから、私に回ってきたってこと。さあみんな一緒に行くわよ。レッツラゴー、レッツラゴーって昭和な掛け声とともにオートサロン会場に解き放たれたちふゆ姉さん。キャンギャルファッションチェック、あれもこれもチェックしちゃってね。最初に訪れたのは三菱ベースだ。なんだか腰回りがエロエロなお姉さんたちがいっぱいいるじゃないのよ。ねえ、どの子にする？ロックオンしたのはこのスレンダーギャル、横町桃子ちゃん。こちらのテーマはどういうテーマなの？ファッションは三菱は車が今5色あるんですけど、車に合った色で、私のテーマカラーは黒なんですよ、はい、で緑と黄色と青とピンクの子がいて、それぞれここの色とかちょっとアクセサリーを変えてみたりしてます。これはどういうこと？これは、お、下着に。実はティーバッグに見えて、パンツの中にただ紐がくっついてるだけなんです。ということはもしかして下には何も、何も履いてないと思うじゃないですか。でも普通にパンツ履いてます。普通にパンツ履いてるそうです。残念。何色？内緒。内緒だそうです。普通のないよりかは足が長く見えません？もともとのね、足の長さもあるかもしれないけど、悔しいけど長いわよね。しょうがない。そうでしょ？そうでしょ。長いおみ足にクールなコスチュームがとってもお似合い。そんな彼女にちふゆ姉さんも願望が爆発。一回だけやりたいことがあるんだけど、いいかしら。これパッチンってしていい？女の子だから許す。ありがとう。あはははは、痛い。もっと痛めつけたい。楽しい。続いてやってきたのはグッドイヤーブース。キラキラで可愛らしい衣装が映えるガーリーなお姉様たちをチェックです。とても可愛いアイドル風のねコスチュームを見つけたの。紹介するわ、こちらの子たち。どう？カラフルよね。まずね、色使いがとってもね斬新だと思うの。皆さん、イヤリングもしくはピアスに星がついてるのは、これはなぜですか？これはグッドイヤーのテーマっていうか、グッドイヤーっぽいものを私たちが選んで買ってきました。皆さんお揃いで、でとっても首のねリボンなんかも素敵なんですけど、それぶっちゃけ苦しくない？苦しくないです。苦しくない。これはテーマは何でしょう？テーマはショータイムです。ショータイム。後ろも見せていただいてもいい？このなんていうの、モーニングみたいなね、本当まさにエンビック、あのショーのイメージよね。この後ステージでダンスするんですけど、そのショータイムに合わせたような衣装になってます。この後ショータイムですのでお楽しみに。フリフリ可愛い。脇が溜まんない。
そしてショーが佳境に入るとコスチュームに仕組まれたある仕掛けが発動。もっとセクシーなミニスカート姿に早変わり。この活動的な姿も、うん、いいな。オリエンタルな雰囲気 ATR ブース。なかなかセクシーな衣装を発見したわ。 From インドネシア。インドネシアからお越しの ATR ガールなんですけれども、見てこの衣装。まあこれはセクシーよね。すっけすけじゃない。胸のところはどうなって いるの。何かつけてらっしゃるの。ノーブラ。やっぱりインドネシアは大胆っていうことなわけね。見てもう背中パックリよ。こんなに背中開いちゃって寒くないのかしら。誰がボタンを閉めてくれるの。 My friend Indonesia that we bring is this is kebaya, traditional culture. We want to show and we want to bring the culture of our fashion and we are proud and we just want to show the best. Thank you. 素晴らしい。 Excellent. ありがとうございます。可愛い。毎年エロエロな衣装で話題を集めるアイワブース。今年も期待を裏切らないセクシーコスチュームだぞ。出迎えてくれたのは大胆なカットのスケスケ衣装をまとったメヒョウちゃんたち。ね、ちょっとよく見せて。なんかアピールポイントなんかはあるかしら。やっぱりアイワといえばティーバッグなので、ここをちょっと見ていただくとティーバッグかなっていうの分かるんですけど、初夏に着けるティーバッグですかね。本物です。あ、チラリチラリいただきました。あ、チラリチラリ。もうほとんど出ちゃってんだけど、これ大丈夫。私の出よければ全然。で、彼女なんかは履いてるわよね、もう一枚ね。そうですね、もう一枚薄いの履いてます。それはなんで、寒さ対策。いや、これはエロさ対策だ。エロさ対策だそうです。この素材がね、よく伸びる素材で、ストッキングみたいな。そうですね、カーテンの2枚目みたいな感じですか。カーテンの2枚目、あの窓に一番近い方のね、素材っていうかが伸びる感じなわけね。スケスケカーテンの向こうに揺れるお尻たち。来年の衣装も楽しみです。ホイールメーカーモンツァジャパンブースにはシースルーで美しいお肌が透けたドレスが目を引いた。見てください、このロングドレス、ワンピース。あのパッと見はただのワンピースかなと思うんですけど、今流行りの毛髪お分かりになります。このちょっとここビリ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 ってやったようなポイントなどがあったら教えてください。シースルーから覗くこのバンドゥービキニと、はい、ここの見せ紐ですかね。そしてこちらがなんていうのかしらね、秘密の花園っていうのかな。ちょうどレースの部分とかぶって花園感が出て。実は靴にもこだわっていて。靴？はい、ホイールと合わせて結構キラキラのシルバーを、はい、持ってきました。ホイールの輝きと靴のシルバーの輝きがすごくマッチしてらっしゃる。輝いてる。これをデザインした人はね、上品というものね、とても分かってらっしゃると思うの。だからまあ一筋縄じゃいかない女なのよというところをね。ただ女は美しいだけじゃない、上品なだけでもない、夜どうなるか分からない、そんなところをね彼女は言いたいんじゃないかというふうに思います。お気に入りのドレスに興奮したちふゆ姉さん、さらに突っ込んでファッションチェック。皆さんグッと来てるんじゃないかしら。失礼させていただいてね。これどうなってんの。あ、赤いパンツが見えちゃった。たまらないわね、私が男だったらね、もうここから手入れて暖を取りたい。そしてこちらもホイールを展開する SUW ブース。ちょっと個性的な女の子たちを紹介したいと思います。これはそうね、テーマはズバリテリーマンでしょ。ではない。じゃあこれは何。これはなんとチアガール。確かにこうアメリカのね感じ。ね、個性的な袖を、ね、膨らみのある袖、バラカバラカ、ね、でこの上に着てるのはこれはチョッキー。シャララランがついてるか。シャララランがつくことで揺れ感を出してるわけね。エルビス感を。エルビス感をね。さすがやっぱり袖が膨らんでるだけあって、ね、こうノリがラテンよね。
この衣装だったらそうね、やっぱり私はマラカス持って踊ってもらいたい。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、いいいい、それ、それちょうだい。揺れて揺れて。前だけでも結構ね、こう胸がこうセクシーだったりしていいんだけど、後ろはどうなってるの？でもお尻がこうちょっとこうね、半分山が見える感じでセクシーだから。あ、揺れてる。ラテンノリの3人でした。どれもこれも目移りしちゃうキャンギャルたち、悩みに悩んで姉さんが決めた2015オートサロンファッション大賞は、というわけでいろいろ見てまいりましたが、地冬チェックファッション大賞はこちらです。 ATR さんのインドネシアの伝統を重んじたこちらのコスチュームです。選考理由はセクシーな中にもなんていうの、上品さ、そしてこのきらびやかさ、見てなんか私が今日着てるワンピースにぴったりじゃない。絶対私が似合うと思うの。早速着てみるわ。え、着るの？スタッフが止めるのも聞かず更衣室にこもったちふゆ姉さん。ねえ、これどっちが上？こっち？どこ腕通すのよ。え、これ伸びる素材じゃない。もうよいしょ、とりあえず着れたから後ろのボタンまだ閉めて。縛らないってそんなはずないでしょ。いや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 、そこは肉よ、やめてよ。ちょっとよいしょ。ちふゆ姉さん、次回の大暴れにご期待ください。